こんにちは。福岡のクラブの話が出ましたんで私も広島のナンバーワンキャバクラとキャバクラのキャストさんとお付き合いをした経験をちょっとお話しようと思います、えー、実はですね、えー、キャバクラのキャストさんってほんと普通の人なんですよ 変な色メガネで見たりとかね、社会,社会の底辺だとか、お高く止まってるって考える必要は全くなくって、本当に一人のね、えー、まあ女の子と言ってもいいですね。私の場合は18歳から22歳ぐらいまでの女性と何人かとお付き合いしたんですけども、皆さんね、やっぱ普通の女の子ですよ。部屋に行くと、 何もないのに結構散らかってるみたいな状況があったりとかねやっぱり将来に夢を抱いたりとかいろいろと考えてお話をしてみるとその方たちってのは未来に余力を残さずに今の暮らしに全力投球してるんですよねで若さってものとか愛嬌ってものをその時にも精いっぱいね叩きつけてるんだと思うんですよであのー、私たちはねどちらかというと温存してるんですよ力を未来のために、うん、だから今100%力が出ないんですよ うんで私の見てるとこだけかもしれませんけども本当にキャバクラのキャストさんとお付き合いすると全力で、えー、答えてくれるんですよね一人一人に私とかのねあのお付き合いしてる人に全力的に、えー、答えてくれます、まあ、だからこそまたねいとおしいなと思ったりしっかりと見ていかないとなと思うわけなんですよ、うん、でもあ時を重ねるに従って年齢を重ねるに従ってあの 未来のことともちょっとずつ、ね、考えなくてはならないいっててう,うに見えてくるんですよ今の全力投球それはねすごく素晴らしいことなんですけども今精一杯で未来に余力がなければ結局未来への遺産っていうのがね自分に対するプレゼントっていうのがないんですよね。で若さが摩耗されていって今20代だからいいけども30代に向かって積み上げるものって何かなとか40代に向かって積み上げるものって何かなって。 って思うとななななかなかいないみたいなことになります、えー、これはね私があの料理教室やった時にキャバクラのキャストさんを中心に、えー、女性専用の料理教室やった時にね思ったんですけども全力投球するあまりに力尽きて朝5時とかに、まあ、仕事上がってきてじゃあ料理教室朝から6時だよって言ったらもうねへとへとでできないんですよねうんだからちょっと力を残していかないと未来への構築はできないわけですよさあひるがえってですね現代社会に生きる 40代50代の男性未来のために自分のスキルを構築しておかないとこれ大変なことになると思いませんかだって20代30代でやってなかったことが40代50代へのダメージになってるわけですよ。うん、もっと言うとねあのなんでね20代とか30代のその時取った選択肢しか残されていなかったかというと10代の時にやりきれなかったからだと思うんですよね。うん、主には学力体力体でですすねこの2つです 学力も人並み体力も人並みもしくは人よりちょっとあるぐらいだとこれね社会に出ると20代過ぎるとちょっとできるぐらいは誰でもできるぐらいになっちゃうんですよ。 うん、だからあの一等血を抜く能力っていうかねずば抜けて何かをやっていかなくちゃいけないとこれが10代にできるとかなりのスタートアップになるわけですよねでも安心していただきたいのは10代で気づけなかったとしても20代からでも間に合うってことなんですよちょっとね努力の量っていうのは増えますけども20代からでもできますでも30代からでもできます30代からだと10代20代でやらなかった分うんかなりね力を入れてやらないといけないですけどもそれでもまだ間に合いますさあ40代40代になってくると 結構手遅れですなぜならとことんやろうと思っても今日やらないといけないことが結構あるんですよ40代は、うん、家族の問題とか仕事の問題とかその他地域社会との問題とかね、うん、自分の悩みとか他者の関係とかこういうのがありますんで未来に対して全力投球して50代とか60代のためのスキルの貯金っていうのをする時間がなかなかないんですよ。ね、FX を学び始めてもじゃあ何人の方がねあの熱い思いでスタートして挫折して今やってないのかってことなんですよ。 一つのことを一生懸命やると。3ヶ月なら何なとかなるけど、6ヶ月後やってる人ってほとんどいないんじゃないかなと思います。1年ともなると、ただやってるだけの人になっちゃうんですよ。そうじゃなくて、1年経ったら、もうプロのね、あのー、世界に片手がかかってるぐらいじゃできないんですよ。じゃないと、もう時間がないんですよね。1年やってきて巧妙が見えないってことは、それはね、その世界が、 っってなかったもしくは自分の精神込めてやれる世界ではなかったっていうふうに感じないといけないんじゃないかなと思うんですよ。そうなんですよねキャバクラのキャストさんって18歳19歳この辺りではとっても可愛らしいんですけども5年経ったらどうかってことなんですよ。5年経ったらですねやっぱりキャストとして付き合うのはいいけどもそれからの人生を一緒に考えていくのはどうかなっていうふうにかなりシビアに見られますからね。 そうなんですよ25にもなってないのにそういうふうに見られるんですよ。で、えー、どんどんね若さとか摩耗していってものすごく擦れてきてですね、えー、お付き合いする時にも純粋ななな人人の女の女子として見てて見くくれない人が増えてくるわけなんですよね、うん、そういうふうに考えていくと私たちもビジネスをしている時に一人の人が頑張っているっていうふうになかなかねお客さんから見られないっていう現象が起きてきますんでそれこそですね一目置かれる存在にならなければ あのほととんんどと同じ人っっていううになっちゃうんですよだからちょっと平均よりちょっとできるレベルっていうのはそれは平均ですっていうふうな扱いを受けるんですよね逆に人を評価する時っ,ってそういうふうに考えてませんかっていうこと、まあ、そういうテーマでね今回お届けしました未未来来へへののの遺遺産産をね何とか残すすために自自分身でよ40代50代のうちに60代70代の自分に対するプレゼントどのぐらい用意できるかなってこと問いかけながら日々を送っております。